皆さん、こんにちは。市村正輝です。さあ、懐かしいギターが出てきました。前に撮った動画、2年前の動画ってそっからほったらかしだったんですけど、このギター、不次元の初期のギター、ね、えー、チューニングをすると、この、 ブリッジがどん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 下に下がってって弦がフレットに当たってしまう表面が薄っぺらくてどん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 落ちていくよっていう恐ろしいギターなのですが IKEA に行って面白いものを見つけたんですよジャンス上 USB ちょっと何書いてあるのか何が書いてあるのか全く読めない漢字がいっぱい書いてありますけどもメイドインチャイナですね、えー、取説が入っ おりますがてて中国語でわか,ててかりません。わかりませんっていうか、まあ、こんなものは、USB の LED って書いてあるんだから、さしゃ光るんでしょうね。ね。結構長いね。面白いね。寄生獣。<laughs> ビヨーン。これ、USB の延長コード。今、パソコンに刺さってる USB ね。で、これを刺すと、 はい。お光っております。光っておりますよ。スイッチ的なものはないから刺したら光る。オンリーですね。はい、美顔になりますかみん <laughs> なあのね、怖くなる、怖くなる。おうおうおおなん、なんの意味があるさあ、これで、果たしてギターを覗くことはできるのでしょうかサウンドホールがちっちゃいので、こう、中に入れちゃいます。 入れちゃえとおおいいねね見見見ええ、ね、える見えるるおお結構もちろん50年近い昔のものだから埃もたまってはいますしなるほどあそことあそこに枕木があるからっていうのが分かるなこれ皆さんも見たいですか <laughs> 見たいですか <laughs> そうですか 皆さんも見たいんである,、ま、あるならば、えー、携帯電話を使って、えー、ビデオ。写真じゃねえよ、ビデオ。ビデオにしてオン、スタート。で、こいつを入れてみる。携帯が入らん。<laughs> 携帯が入らん。ちっちゃいカメラが、ちっちゃいカメラ必要、えー。映るかどうかだけやってみますね。ね こういうことやね。こういうこと。これは、今撮影するのが大変なだけであって、ちゃんとこうやって肉眼で見れば、おーっ中身見えますから。で、しかもこれ、めんどくさいフルアコだけど、あの、普通のアコギだったらもっと、もっと見え、あ、普通のアコギ撮影しますか。はい、わかりました。 入った。入った。入った。動かんけど。動かんけど。入った。入りました。入りました。まあ弦外さなが分からへんのこれ。弦外さな。今ここに弦が1本しか張ってないカバキーノっていう楽器があったんでこいつ見てみようかな。 今は何が映ってるか俺も分かっていません。うん。内視鏡みたいな感じだな。<laughs> 内視鏡だな、これな。これだな、これだな、これだな。<laughs> さっきの、さっきここを照らしたのはなんか内視鏡のイメージがあったんでしょうね。ということでこちらの IKEA で買ってきた USB で、えー、LED を光らせるという、この、なかなかなもの。お値段の方。おいくら万円でしょうお高いんですか、えー、それですね。250円です。はい。250円です。まあ、な、税金とか240いくらだったかもしれないけども、大体250円ですから、これ。USB の延長コードは持っといた方がいいと思いますけどね。 いいね。じゃないんやって。じゃないんやって。で、一応抜くとこれ消えるってことですよね。消えるね。はいはい。じゃなくって、ということで、どうやら枕木的なものは、この辺とこの辺に2本入っている。もうちょっとちゃんと調べて、えー、ついに穴を開ける。 こっからやれとか、こっからやれとかいう、いろんなアイディアはいただいてますけども、それでどれぐらい苦労するのかみたいなのは、なんとなく想像がつくんで、えー、実験というかね面白さと、面白さ、面白さを優先するということで、やっと決めました。裏蓋をどうするか。こいつです。100円ショップで見つけてきました。なんかのガラスの 小箱の蓋っていうのを見つけてきまして、ここにこういう穴を開けます。どの辺に開けた方がいいのかはちょっと本当はわかんないんだけども、穴を開けて、えー、こいつで蓋をしてしまう。ここが段差になってるから、穴を開けた後にこいつで蓋を閉めればいい。それで修正をしていく。中を見ていく。という。 決心にまず2年間まあ他のエレキ改造とかついついやっちゃうから、ね、ということでそろそろ穴を開けますよっていうご報告で今回は終了ですけどじゃあねまだそのギターに手を出してなかったの